ダーフィとエーレンシュトラールはドイツ生まれでスウェーデンで宮廷画家として働いた画家であるドイツのハンブルクで生まれた1648年からハンブルクの画家のジュリア・エン・ジェイコブスズのもとで絵を学び1651年にスウェーデンに移りバルトドイツ人の貴族カール・グスタフ・ウランゲルに気に入られウランゲルのスコーク・ロステル城に居住し仕事を与えられ 息子の教育の仕事もした。1651年頃の息子の絵が、エーレンシュトラールの最も古い作品として残されている。1655年からヨーロッパ各地に修行に出た。スウェーデン王の未亡人、マリア・エレオノーラ・フォン・ブランデンブルクがその費用を負担したとされる。2年ほどベネツィアで暮らした後、ローマに2年間滞在し、 バロックの画家ピエトロ・ダ・ゴルトー・ナラの下で15世紀から16世紀のイタリア美術を学んだ。1659年にスウェーデン国王カール十世によって王室画家になるために帰国を求められると帰国の途じパリでフランスの宮廷画家シャルル・ルブランに強い影響を受け、ロンドンではピーター・レリーの影響も受けた。1661年にスウェーデンに戻り、 主席宮廷画家に任じられた。代表作には、ストックホルムの貴族院の天井画などがある。エリック・ダールベリーによるスウェーデンの街並みや、宮殿などの姿を収めた、同伴画集、スエシャ・アンティクワイ・オディエールナの作成にも協力した。おいにダーフィト・クラフトがいて、エーレン・シュトラールの没後、スウェーデン王室の宮廷画家の職を継いだ。ありがとうございます。